はい、どうも中村です。本日はですね、日付が1月7日金曜日、今夜の9時8分となっております。で、今日ですね、もうお正月も終わってだいぶ経ちますけれども、なんと今日はこちら、はい、マクドナルドの福袋開封していきたいと思います。で、もうね、このお正月がね、だいぶ過ぎちゃいましたけれども、他の YouTuber さんたちとかすごいですよね。お正月元旦のお昼ぐらいにはもう、福袋動画アップしてましたもんね。早いですよね。僕も逆に遅すぎて本当申し訳ないんですけれども、はい、ということで中身こんな感じなんですけれども、2022年のマクドナルド、福袋はですね、マンハッタンポテージとのコラボで、販売価格が3,000円で、年末に抽選がありまして、抽選やって当たったんですよ。当たって年明けすぐにもう元旦には買いに行きましたけど、撮影してるのはちょっと遅くなりましたけれども、ツイッターとか見てるとやっぱ外れてる人も言ってたんで、まあ、全員が当たるっていうほどではないと思いますけれども、これもツイッターで見てるとですね、店舗ごとに申し込むんですよ。だから、あの、もしかしたら人気のないマクドっていうか、言うたらおかしいですけど、人気のない店舗だったら、もしかしたら抽選終わってもまだこう、何て言うんですか、在庫が残ってて店頭販売やってるとこがあったりとか、あと引き換え期間が1日2日3日の3日間で引き換えせなあかんですけど、その3日間で引き換えしなかったら、自動的にキャンセルになるんで、その分4日の日に店頭販売やってるお店とかもあったみたいなんで、まあ、抽選外れてもまた年明けにチャンスはあるらしいです。で、これがですね、あの、税込み3000円なんですよ。税込み3000円なんですけれども、なんとですね、この、まずこれがあるんですよね。店頭販売価格3130円相当のマクドナルドの商品券ですね。商品券がある、入ってるんで、この3130円分の商品を3000円で買って、さらにおまけでこれがついてくるみたいな感じですね。だからこれを3000円で買ってこれがついてくるというよりかは、まあ商品買ったらこれくれたみたいな、まあ何て言うんですか、大人のハッピーセットぐらいの感じですかね。で、これたまたま僕割と食べるタイプのやつばっかり、僕照り焼きとかもいつも食べるんですけど、まあ照り焼きとかポテトとか、チキンフィレオ、ベーコンレタスバーガー、ポテト、ナゲット、ナゲット、全然普通に食べれますし、ちょっともう明日にでもこれもう1日で多分食べちゃうと思うんで、明日使おうかなと思いますけど、だからもう完全にもうこれでお得ですよね。これ3130円分を3000円で買ってるんで、まあ、この時点で130円でお得なんですけれども、1個ずつちょっと見ていきます。あ、それとね、あとあれなんですよね、これに、あの、10人に1人金色のなんか、金のマックカード500円分が10人に1人の割合で入ってるっていうのがあったんですけど、これはね、ちょっと入ってなかったですね。残念ながら入っておりませんでしたけれども、まあ、ちょっと1個ずつ見ていきましょうか。まあ、毎年マクドナルドさんあれなんですよね、多分どっかとコラボしてるんですよね。で、1個目がポーチですね。まあ、ちょっと薄手ではありますけれども、なんかデザインが2種類あって、それは選べないんですけど、僕はこっちの方のデザインのポーチが当たりまして、まあまあでかいですね。まあまあでかいですけど、まあまあ薄いですね。まあ、全体的にね、これもそうですし、これもそうですけど、こう、なんていうんですか、品質というか、その質で言うと、なんか雑誌の付録よりかはいいです。こう、付録がメインの本みたいなやつあるじゃないですか。ムック本っていうんですかね。あれぐらいの感じですかね。あの、普通に売ってるマンハッタンポテージとかのバッグの質をイメージしてたら、ちょっとなんか、あれ、チャッチーなってなるかもしれないですけど、これについてくるおまけって考えたら、結構いい感じの質やと思いますね。僕は嬉しいですね。で、これですね。まあ、結構僕今年ね、キャンプとかいろいろしようと思ってるんで、まあ、これとか、もうコップもこれもね、全部ね、ちょっと、嬉しいんですけれども、で、これがコップですね。これもデザインが2つあって、僕、なんか赤と黒があるんですかね。僕は黒の方が入ってましたけど、これもまあ全然キャンプで使える、まあ、これはもうね、質っていうか、もうまんまもうイメージ通りだと思います多分、はい。で、これですね、これはなんかライトらしいんですけど、電池タイプのライトですね。はい、今ですね、ちょっと電池を、炭酸電池を入れてきました。こんな感じで光るみたいですね。よいしょ、これ分かるかな。はい、こんな感じですね。ね、分からへんと思いますけど、簡単に言うとですね、結構ほんまの真っ暗闇やと、まあまあ明るいですね。これも、ちょっと意外とこれもキャンプで使えそうで、嬉しいですね。まあ、こういう感じですね。はい、かわいい。まあ、なんか、枕元に奥にもちょうどいいぐらいのサイズで、これでも結構、あれですよね、これは付録ではないレベルですよね。でも、ポンポンポンと言ってますけれども、これですね。これが僕が欲しかったの、これですね。保温バッグ、中もこんな感じで、だいたい
1.5 リットルが3本は入るぐらいの大きさ、深さもね多分ちょうど1.5 リットルが入るぐらいの大きさやと思うんですよ。これね可愛いですよね。ちょっとこう Uber Eats のバッグっぽいじゃないですかね。僕はUber Eats の配達員やってますけれども、まあ、実際にUber Eatsのバッグと並べてみるとサイズ感的にはこんな感じですね。まあ、もう当然のことながらちっちゃいです。Uber Eatsのバッグの方が断然でかいですけれども、まあ、こんな感じですね。だからこれね、サイズ的にはちょっと、まあ、一応これリュックタイプになってるんですけど、ちょっと男の人だとね、背負うの厳しいかなっていうぐらいのサイズ感ですね。まあでもこう、普通に持って運べるんで、僕は今年キャンプで大活用しようかなと思っております。はい、まあそんな感じでですね、今回は福袋、普段のね僕のチャンネルではなんかちょっと、こんなんやんのというみたいな感じだと思うんですけれども、僕普段は Uber Eats の配達員やってました。配達動画とか出してるんですけれども、まあ Uber Eats でねいつもマクドナルドさんお世話になってますので、今回マクドナルドの福袋開封動画やってみました。またいろんな動画出してますので、よかったらチャンネル登録してご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。